皆さんこんにちは。本日は最難関空港だと言われているパロ空港への着陸チャレンジをやっていきたいと思ってます。パロ空港につきましては、ブータン王国の金武の西に位置するパロにある空港ということで、何が難しいかと言いますと、山あいの空港ですね。で現在前方に山がありますけど、その谷間に作られた空港というところで標高が非常に高いです。標高が2237メートル、7340フィート、富士山で言いますと大体5合目ぐらいに相当する高度だと思います。あと、着陸のパターン、今 ND 画面上にはいろいろごちゃごちゃ書いてるんですけど、実際のルートにつきましては、パロ VOR までのルートしかなくて、あとは、有視界飛行方式で着陸するとって流れです。滑走路の長さが1964メートルといったところで、2000メートル未満の短い滑走路になります。滑走方向が15と33。本日につきましては、最も難しいと言われている15ですね、での着陸でやってみたいと思っております。で、フラップス1、で、フラップス2、これが空港ですかね。ここからパロ VOR を過ぎて空港上空を通過して、この谷間を飛んで、ここで180ターンしてですね、で戻ってきてクイッと降りるとだったことですね。ちょっとややこしいんですけど、パロ VOR 過ぎましたね。はい、すごい空港だな。Get down. この谷間を入っていってクイッと降りると、標高が7300ちょっと、すげえな。プラップス3、まもなく空港上空通過。空港まもなく上空でオートパイロットを切っていきます。オートパイロットオフ。じゃあ降下されていきます。この谷間をですね、左斜面に1万フィート、まあこんだけ開けてたら十分ですかね。前のねエリアも旋回、右方向の旋回の区域も十分空いてますから。ファイナルが難しそうだな。ファイナルがね、クイックイってなってるから。
赤い屋根の建物が、ちょっと目印らしいですね。ここを目指していくっていうふうに動画ではなってましたね。 YouTube では言ってましたね。本当かどうかわかんないですけど、綺麗ですね。すごい空港ですね。すごい。え、何これ。おー、ブータン国王の写真が貼り付けられてますね。すごい、めちゃくちゃなクオリティや。すごいな。すごいですね。ちょっとドローンで飛んでみますね。
どうもありがとうございました。またよろしくお願いいたします。